はい、ハノイリビングの田口です。今私がねおりますのは、キンマトゥンですね。キンマトゥン通り、キンマエリアのちょっとね北側にあるんですけども、東西に伸びているキンマトゥン通りですね。はい、まあどこかなって分かりやすく説明しようと思ったら、ここが令和インアパートメント、令和さんですよね。はい、令和さんの、サービスアパートがあって、でまあここはテモミスパマッサージっていうね、前からやってらっしゃいますけども、ベトナム人の方が一生懸命やってらっしゃいますよね。はい、この通りなんですよ。この先まっすぐそこはリンラン通りですよね。はい、リンラン通りにはトンペイとか、すぐそこはあの瀬戸さんが頑張ってやってらっしゃる一寸帽子なんかがありますよね。そこからビューとこう両西通りですから、向こうの日本大使館の前の通りまで伸びてる道がこのキンマトゥン通り。はい、ここにね、はい、日本のあの関口さんがね、今まで頑張ってらっしゃるあのハイバーチューンあたりで日本人向けのスーパー、はい、あの美容のねスーパーのお店をずっとされてまして、それはねこちらに移転されたんですよね。はい、なんで、まあ、ちょっと今夜になって、ね、仕事が終わって、あのちょっとあの施術を受けにですね、あの今来てます。はい、ちょっとあの明かりがね暗くなっちゃったんですけども、この時間しか僕動けないもんですから、はい、どこなのよっていうとですね、この静かな住宅街の中にひっそりと立つ、はい、このねハンナリアパートっていうね、はい、弊社のお客様もお住まいになってらっしゃるんですけど、はい、ここのね一番トップフロア、はい、最上階にね、はい、美を極めるっていうかね、はい、エンビューティーっていうね日本の関口さんがやってらっしゃるスパがあるんですよね。男性の脱毛であったり美肌であったり、女性もねいろんな、はい、スパですから、いろんな美容に関するいろんなサービスをやってらっしゃる、はい、このハンナリって書いてますよね。はい、ちょっと昼間じゃなくて申し訳ないんですが、でなんか暗いな、これどうやって入るんだろう。ちゃんと入り口に、はい、ピンポン鳴らすブザーがあるんで、それを鳴らすと上からねこう開けてくれるっていうか降りてきてくれるのかな。はい、そんな感じになってますんで、じゃあこれからね入ってみようと思いますね。どんな感じかこのカメラを入れていきたいと思います。はい、エンビューティーは108を押してくださいって書いてますね。108、お、これで開けてくれるんですよね。はい、上ね、今上に上がってきまして8階かな、8階です。でエレベーター降りてちょうどねこの右側とで左側に完全に分かれるんですよね。はい、これアパートの部屋と一緒なので、向こうとこちらで別々の部屋なんですよね。で完全にこちらが、まあ、男性、まあ、受付レセプションっていうのがねここにあります。うん、ここで、まあ、受付をやったりアンケートを書いたり、ちょっとお茶を飲ませてもらったり、ここでやるんですよね。はい、で男性の方は、はい、こちらにどうぞと通されます。私今ちょうどここでやりました。2つ、はい、部屋があって、私向こうでやらせてもらって、手前の方はねなんか脱毛のなんかこう機械でピッピッピッってやってましたね。音がしましたので、はい、で女性の方はこちらに通されるみたいですね。はい、こういうふうに、まあこじんまりとした感じで部屋が3つこう仕切られててね、こちらは完全に女性の部屋、はい、まあオープンされてね今本当に書き出し始めたばかりっていう感じで、はい、もうとても綺麗なね、もともとこれ新築のサービスアパートですから、その最上階、はい、ちょっと今ねまだ11月の頭で、この上がねちょっとしたカフェがあるんで、それを今オープンさせるために工事をしてらっしゃるので、ちょっと音がしますけどね、まあそれはもう今仕方がありません。すぐに終わると思います。はい、男性もねここでヒゲをね脱毛したり、肌のこうあれをねこう直したり、僕今日やったのはねデトックスで背中に泥を塗ってね、はい、それでなんかスカーッと背中を、はい、綺麗に気持ちよくしてもらうってやつをやったんですけど、まあ気持ちいいですね。はい、一度実はここ前でやったんですよね。前の杉口さんが前やってらっしゃったところで実はやらせていただいて、はい、いろいろちょっとお邪魔してるんですけど、今回もねお言葉に甘えて来させてもらいました。はい、思ってる以上にねすごい綺麗な、はい、感じ でお手洗いも女性用のお手洗いはこちらですね。はい、こちらになっててアパートの部屋と一緒ですよね。で男性用はあちらと
完全にセパレートになっているということですね。はい、皆さんも、まあ、料金表とかね、はい、まあ、概要欄というか一緒に画面につけておきますので、またね、ご覧いただければ、はい、で、料金もね、まあ、すごくリーズナブルな感じで、日本だったらとんでもないこんな金額じゃ無理なんですけど、はい、ここだからできるっていうね、はい、そういう、まあ、料金で一生懸命やってらっしゃるので、また皆さんも一度ね、お立ち寄りしていただければどうでしょうか。はい、以上で冒頭終わります。